神戸大学バドミントン同好会の迷惑行為。旅館の物品を荒らしたり、障子を破るなどやりたい放題。に批判殺到。内容はこちら。神戸大学バドミントン同好会の迷惑行為が炎上しているようです。では、イムラウさんのポストより内容を見てみましょう。イムラウ。神戸大学バドミントン同好会、バッドボーイズの春合宿の写真です。旅館の物品を荒らしたり、障子を破ったりなどの迷惑行為が散見され、また今後大学の新歓が始まる中、このようなサークルがあることを神戸大学の新入生に知っておいてほしいため拡散してほしいです。これもバズりたいとの承認欲求による愚行なのでしょうね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。大学デビューの勘違い言い切りだろわら。複数人になると言い切り始め、常識外れなことをしなす人の心理って何なんですかね。こいつらみたいなのは大学に行く意味あるのか。こんなのが数年後に世に放たれるのが恐ろしいな。器物破損で訴えられてほしいけど、それより修繕費100倍くらいにして請求されてほしい。こんなんが社会に出られても困るから分からせは必要。どんな育ち方したらこうなるの。親族もまとめて処分した方がいいな。こんなのが社会に出てくると考えると恐ろしくなりますね。次はこちら。大学生にもなって集団でこれはやばいな。器物破損もやし窃盗犯やし警察に届け出たやろか。目をつまるには被害金額がでかすぎるやろ。全然笑い事じゃないわ。器物損壊と窃盗と営業にも支障出てるだろうから威力業務妨害に問えるだろ。まあ親が弁償すりゃいいしくらいのもんなんだろうな。神戸だし納得だろ。もう今日中に特定されるんだろうな。また人生を棒に振る大学生が、すでに特定班が動いていることでしょう。次はこちら。これが楽しいと思ってるんやろな。物とかじゃなくて、まさかの人体で破壊してて草。犯罪行為を何とも思わないカスども。証拠付きで犯罪とは、集団って怖いな。Z 世代は罪人世代だから、こんなの序の口だろ。器物破損で刑事にしたらいいのに。逮捕されてほしい。旅館かわいそう。旅館側は莫大な損害賠償を請求すべきですね。最後はこちら。まあ大学かけてやるネタとしてはいいんじゃねえの。どうせ現状回復のための全額プラスアルファは請求された上で、大学だけはきっちり食らうだろうけど。大学まだかい。もう就職できないね。これ大学側はちゃんと動くんか。今日、大学事務局は忙しいだろうなわらわら。大学側の見解求む。おそらく神戸大学には電話が鳴りっぱなし状態でしょうね。結論。このような迷惑行為を行ったら、どのような罰が待っているのかも想像できない大学生がいること自体問題だと思うし、その迷惑行為を当たり前のように SNS に上げる感覚も理解不能ですよ。この大学生たちが行った行為は、器物破損と窃盗という犯罪を犯し、その犯罪行為を自ら SNS で公開しているようなものですからね。このような人間を育てた親にも責任があると思います。本当に情けない限りです。まあ今頃神戸大学には恐ろしい数の抗議電話が入っていると思いますので、それ相応の対応を取るべきだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。